ベレッタ M12 は1959年にイタリアのベレッタ社が開発した 9X19mm パラベラム弾を使用する短期間銃である。ベレッタ M12 はプレス加工と電気溶接による大量生産が容易な形状にデザインされ L 型ボルトを用いて機関部長を短縮した構造を持つ。作動方式はオープンボルトのシンプルブローバック方式を採用し、 セミオート、フルオートの切り替え機能を有する。断層は20.3040連発の計3種類の箱型断層が製造されており、9X19mm パラベラム弾を使用するタイプのみが製造された。フランス製のマット49と同様に着剣装置は備えていない。ストックは銃の右側面に折りたたむことができる構造のものが採用された。 引き金を固定するマニュアルセーフティー後部グリップの引き金下部に配置されて引き金とボルトを固定し中指で握ると解除されるグリップセーフティーいてから見て銃口の左側に配置されたコッキングハンドルに装着されたボルト全身防止式セーフティーの三重の安全装置を備えているベレッタ m 十二は百六十一年にイタリア政府が正式採用し イタリアの陸海空軍や国家憲兵、カラビニエリなどに配備されたほか、南米やアフリカのいくつかの国でも正式採用され、ブラジルとインドネシアではライセンス生産も行われた。ベトナム戦争中の1968年1月31日に正規したテト構成においては一時占拠されたアメリカ大使館をめぐる戦闘の際に、 CIA 職員と応募式私服のアメリカ人たちがベレッタ M12 やカールグスタフ M45 を使用している写真が撮影されている。2015年3月18日に発生したチュニジア博物館襲撃事件ではチュニジアの警察官がベレッタ M12 を構えながら市民を保護しているシーンが見られた。M12 の改良型で1978年に再設計された。 M12S は QX19mm パラベラム弾を32発装填可能な箱型弾倉を使用し、セミオート、フルオートの切り替え機能を有する。大きな改良点としては、従来型の M12 では、マニュアルセーフティとセミフル切り替えセレクターが別々に設けられ、それぞれ貫通ボタン方式になっていたのに対し、M12S では IMI ウジや、 H&KMP5 などと同様に兼用のレワー形状となった点である。PM12S は工具なしでも簡単にフィールドストリッピングや組み立てができるように設計されたモデルでサプレッサーを装備可能とし84個のコンポーネント部品で構成されている。M12S の製造ライセンスを取得したブラジルのトーラス社によってライセンス生産された派生型。 グリップセーフティーのレバーが大型化され、中指と薬指で握ることができるようになった。またエジェクションポートには、携帯や保管の際に閉じることができるカバーが追加されている。ありがとうございます。